シルビア・ビーチはアメリカ合衆国に生まれフランスで活躍した書店、出版社経営者。1919年にパリで英米文学を紹介するシェイクスピアカンパニー書店を設立。1920年代にヘミングウェイ、フィッツジェラルドら失われた世代の作家をはじめとする英米の作家とフランスの作家が交流する場となり、とりわけ 1921年にアメリカで発禁処分を受けたジェームズ・ジョイスのユリシーズを観光したことで知られる。シルビア・ビーチは1887年3月14日、メリーランド州ボルチモアでシルビア・ウッド・ブリッジ・ビーチとして生まれた。長老派協会の牧師であった父の不妊に伴って、米国各地を転々とした後、1901年、1814年に、 パリで創設されたプロテスタントの教会、パリアメリカ教会の牧師として赴任した父に同行して徒伏し、同地に1905年まで滞在した。ビーチ一家は帰国後、ニュージャージー州プリンストンに今を定めた。ビーチは1916年にニューヨークに出た時に立ち寄った出版社で店主の話を聞いて、書店を開きたいという夢を抱くようになった。1917年に、 フランス文学を勉強するために、再び突出し、第一次世界大戦中はフランスで志願して、9語、看護活動に当たった後、1918年から19年まで、セルビアのアメリカ赤十字社に勤務した。この間、ある時、フランス国立図書館で探していた雑誌が、オデオン通り七番地の本の友の家書店にあることを知った。1915年に、 アドリエンヌ・モニエが創設した書店で、ポール・バレリー、バレリー・ラルボー、レオン・ポール・ファルグ、ジュール・ロマン、ポール・フォール、アンドレ・ジット、ル・ヤ・ラゴン・らゼム・エ作家が集まる場所でもあった。ビーチはそうしたことは何も知らなかったが、早速、本の友の家を訪れ、モニエに会う機会を得た。モニエから、フランスの作家の話を聞いているうちに、再び書店を開きたいという気持ちが湧き起こり、 今回はフランスでアメリカの作家を紹介したいという、より具体的な展望を持つようになった。こうして、モニエから助言を得ながら、1919年にパリロックオデオン地区のデュピュートラン通りにシェイクスピアカンパニー書店を開いた。2年後の1921年には、モニエの書店があるオデオン通りの12番地に移転した。オデオン通りは狭く短い通りで、 ビーチの書店は、モニエの書店の斜め向かいにあったため、客層もほとんど同じであった。上記のフランス人作家のほか、ロジャー・フライ、オルダス・ハクスリー、イーリス・シット・ウェル、ウォルター・デ・ラメアラ英国の作家、評論家が訪れていた。書店には、書籍だけでなく、アメリカの雑誌も置かれ、壁には、絵画や版画、写真が展示されるなど、サロンや画廊の役割も果たしていた。 1920年代には、ガートルード・スタインが、失われた世代と名付けた、アメリカの亡命作家が、シャーウッド・アンダーソンを介して集まった。ヘミングウェイ、フィッツ・ジェラルド、T.S. エリオット、エズラ・パウンド、ジューナ、バーンズ、ヘンリー・ミラーラである。フランスの作家、芸術家の輪も広がり、やがて、ジャン・ポーラン、マンレー、ジャック・ラカンも、常連となる。ヘミングウェイは、 この頃のパリでの生活を描いた移動式祭日のシェイクスピア書店のコーデビーチを親切で陽気で何にでも関心を持ち冗談や噂話が好きで誰よりも私に親切だったと語りフランス人作家のアンドレ・シャンソンは英国、米国、アイルランド、フランスの4人の偉大な大使以上に4つの国の架け橋として活躍したと評している シルビアビーチ及びシェイクスピアカンパニー書店の最大の功績としてしばしば言及されるのは1921年に歪説であるとして発禁処分を受けたジェームズ・ジョイスのユリシーズを1922年にパリで観光したことである。ビーチがジョイスに出会ったのは1920年7月のことであった。ユリシーズが発禁となった時、ビーチとモニエは パリで観光のための支援を求めた。これに応じたのが、フランスはビュリエが創設し、当時流星を極めていた、ダンスホール、バルビュリエと、クロズリー・デリラであった。シェイクスピアカンパニー書店からの観光が決まった、時、ジョイスと親しくしていた、フランス人作家で後に、ユリシーズのフランス語訳、観訳をすることになるバレリー・ラルボーは、彼が寄港していた。 新フランス評論誌の編集長、ジャック・リビエールに、英語圏の新しい文学において、偉大な作家は一人しかいない。ジェームズ・ジョイスである。ユリシーズが刊行されたら、ジョイスは、世界で最も有名な、品種を買うほどに、有名な作家になるだろう。新フランス評論誌は、せっかくの機会を失ったのであると書いている。ユリシーズは1922年2月2日に部限定で、 シェイクスピアカンパニー書店から刊行された。また、ラルボー刊訳の不通合版、ユリシーズは、1929年、モーニエの本の友の家から刊行された。1922年、この建物で、シルビアビーチがジェームズ・ジョイスのユリシーズを出版したと書かれた、オディオン通り12番地の名盤やがて1930年代に世界恐慌が起こると、 アメリカの亡命作からは帰国し、さらに1941年にナチスドイツがフランスを占領すると、b 1はシェイクスピアカンパニー書店を閉店せざるを得なくなった。1941年12月にドイツ兵が来店し、フィネガンズウェークを買おうとしたが、b 1は手元に一冊しかないという理由で販売を拒否した。ドイツ兵によって在庫を押収すると言われたため、 モニエと彼女の助手の助けを借りて、在庫をすべて上階のアパートに移動した。1943年、ビーチは他のアメリカ人亡命者と共に、ビッテル収容所に収容され、6ヶ月後に釈放された。1959年、回想録、シェイクスピアカンパニー書店を発表した。1962年、シルビア・ビーチは、パリにて75歳で死去し、 国境プリンストンの墓地に埋葬された。シェイクスピアカンパニー書店が再開されることはなかったが、1951年に別の英語書籍の専門店、ルミストラルを創設したジョージ・ホイットマンがかねてからビーチに勧められていた通り、彼女の没後1964年にシェイクスピア生誕400年を記念して、シェイクスピアカンパニー書店に改称した。ありがとうございます。